皆さんこんにちは。今日は普段私がヘアアレンジの前にやっているセットを、お伝えしたいと思います。で、普段全然ストレートじゃないので、これが実は洗った後なんですね。で、ちょっとまだ半乾きなんですけども、以前はホットカーラーで巻いたりとかしてたんですけど、本当に髪の毛が傷んでしまったので、それからはマジックカーラーを6個使って巻いて、それの上からヘアドライヤーで乾かすようにすれば、かなりこのうねうね感が、なんか癖毛のうねうね感が取れて、いい感じにヘアアレンジができるような気がします。で、ストレートの方とか本当に巻かないとヘアアレンジって難しいと思うんですけれども、髪を傷めたくない場合は、多分こういった私みたいにこのマジックカーラーですねで巻いたら、ちょっとは巻きやすくなるんじゃないかなと思います。で、耳の後ろでこんな感じに髪の毛を取ります。で、別に串があったら串でもいいですし、もう時間がなかったらこのままグッと解きながらテンションをかけて内側に根元まで巻きます。で、テンションをかけるっていうことが大事で、このうねうねがすごく少なくなる気がします。で、左側も耳の後ろでこんな感じで取って、で、ぐっと左手引っ張って、で、この下から真ん中からぐーっと引っ張って、そして後ろに向かって巻いていきます。で、このマジックカーラーは雑貨屋さんで買ったんですけども、6つで多分300円ぐらいだったと思うんですね。で、100円均一のは本当に品質が悪くてあまりおすすめしません。なんかこうやってつけてる間にすぐに落ちちゃって、多分このつぶつぶが甘いんだと思うんですけども、で、これは結構まあまあきっちり締まります。で、別にここにクリップとかも留めないので、あと4個なんですけども、後ろは左右に割って、左の上側もこんな感じで引っ張って先を巻きつけて、ずっと根元まで。で、左の下も引っ張ってぐるぐるぐるってやります。で、今度あとは右の2つなんですけども、ぐーっとテンションをかけます。ぐっと引っ張って、上まで上げます。やっぱりこれだと癖がつくのに時間はかかるんですけれども、でも髪を傷めないのでとてもおすすめです。で、もしちゃんとこういう風に癖がついたら、そのままアレンジをせずに外に出かけることもできるので、本当に、このま、普段重宝している方法です。で、あと多分ちょっと、ドライヤーをかけるか30分ぐらい放置して、それからヘアアレンジに入りたいと思います。で、今ドライヤーをちょっと当てて、それからそれを冷やして、全体で30分ぐらいかかったんですけども、外していきたいと思います。で、今こんな感じですね。で、結構ホットカーラーよりもなんか自然な感じに、マジックカーラーの方がカールがつくので、別にこのままお出かけしてもいいんじゃないかなって感じです。で、こんな感じですね。で、ちょっとこのまま外に出るといってもほぐした方がいいので、こんな感じです。参考になりましたでしょうか。これからも皆様のお役に立てるような情報をアップしていきますので、チャンネル登録の方、高評価ボタンの方をよろしくお願いします。それでは、さようなら。